皆さんこんにちは、東京都水道歴史館の金子と申します。本日は、東京都水道歴史館の裏手にございます本郷給水所公園というところに来ております。こちらにはいくつか、水道関係の施設が移築されているんですが、こちらにございますのは神田上水の白堀の石組みというものになります。神田上水はご存知の通り井の頭池から水を引いている上水、日本橋とか神田方面に引いていたものになりますが、その上流部分の水路を白堀と呼んでおりました。白いお堀って書く白堀ですね。蓋のない水路のことを指します。この白堀が、以前文京区の小日向の方で発見されまして、その石が、側石の一部分をこちらに復元移築したというものがこちらの、ものになります。平成23年に発掘されたんですが、その一部分がこう2つ、展示してあるんですね。こちら側の左手の方が江戸時代の、こちら側のものが明治時代のものになります。神田上水は明治31年まで使われておりましたので、明治時代のものもあるんですね。で、もともとの江戸時代のものはこのような石垣のような側で、組まれておりまして、こちらは蓋がない。で、明治時代になりますと新たにこれ蓋がつくんですね。今そこにちょっと色の違う白っぽい石が、見えるかと思うんですが、これが蓋石になります。もともとあった江戸時代の水路の上に、蓋をかけたんですね。明治時代の新しい技術で作られておりますので、アーチ型の、蓋石が付けられたということになります。これは衛星を考えたものというふうに言われておりますが、こちらに見えているやや斜めになっている部分からアーチが始まるという、そういうふうな構造。で、この石蓋のことを巻石と当時は呼んでいたんですね。1巻2巻の巻くという字ですが、この巻石が蓋になっていたことから、現在その水路があった場所は巻石通りと呼ばれています。水路自体はもう埋められてなくなってしまったんですが、地名だけ、現在もその地に残されているというふうに言われています。こちらの本郷給水所公園の施設も、水道に関連するものでございます。ぜひ水道歴史館にお立ち寄りの説はこちらの方も見ていっていただければというふうに思います。